メイン会場に予定されている国営昭和記念公演東京多摩国際演芸博覧会とは東京多摩地域で2013年の開催予定で計画されていた国際演芸家協会が承認する国際演芸博覧会。略称は玉花博。なお博覧会の名称は歌唱である。第68回国民体育大会の開催年に合わせて開催が計画されていたが、 2020年現在、開催のめどは立っていない。2006年11月の第8回多摩経済サミットにおいて、多摩地域の7商工会議所と21商工会連合会が国際演芸博覧会の誘致を目指す共同宣言を採択。これを契機に誘致運動が始まった。翌2007年3月には東京多摩国際演芸博覧会誘致。 検討準備会が発足、同年9月には、承認機関であるオランダの国際演芸家協会から、承認を受けた。東京都政70周年、多摩東京遺憾120周年、国営昭和記念公園開園30周年の、節目にあたり、かつ、第68回国民体育大会が開催される2013年の、開催に向けて、誘致活動を行い、 多摩地域の市町村などからも東京都知事宛に開催支援の要望が出されていた。しかし主導的な役割を果たすことが期待される。東京都が当時は2016年のオリンピック招致に総力を挙げており、都の協力が得られないため IF への正式な申請が困難であるとして、準備会は2008年4月28日に延期を決定して2013年の誘致を見送り、 アイフへその旨を連絡した。準備会は以降も開催に向けて誘致運動は続けるとしていた。仮に実現したとすれば、1990年に大阪で開催された国際ゲト緑の博覧会以来の大規模国際演芸博覧会となる。また、多摩地域においては1993年の多摩ライフ21以来の博覧会開催となる。だがその後は実現の目処が立っていない。 ありがとうございます。